フォトアドバイスチャンネルほいはい、4月号始まりました、プロカメラマンの中村です。よろしくお願いします。はい、司会の中島あずさです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、この番組はいい写真を撮りたいと思っている方々にプロカメラマンの視点で写真を楽しむヒントをお伝えする番組となっております。はい、さて写真と言いましても、うん、はい、なんか今日はカメラがたくさん並んでますけれど、なんかね、ちょっと持ってきちゃいました。はい、みんなニコンなんですけど、僕がまあ歴代使ってた、ね、ニコンだったりとかねするんですけども、これがね、あの高校生の時にアルバイトで、買った初めての自分のお金で買ったカメラ、ニコン FE。 初めてアルバイトはどんな、あのね、ビル掃除とかね、あとなんかね、スクラップ屋さんでちょっと肉体労働的なのを夏休みにやりましてやりまして、買ったぜ買ったぜの初カメラがニコン。そう、初カメラ。それで、あのね、これがね、やっぱり夏休みでしょ、これ冬休みの前とカメラでさらに実はこれ、あのニコン F2 っていうカメラなんだけど、これがね、当時のプロカメラマンの使ってたカメラで、もうこれに憧れてもうニコンがね好きになっちゃって、でこれが欲しくて、まあ、ニコン買ったんだけど、結局あのこっちも欲しくなっちゃって、それでもうバイトして、でどん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 このモータードライブまで買っちゃって、あのもう勉強しないでアルバイトばっかしてカメラ買った高校生でした。ね、学校でアルバイト禁止だったんだけどね、あの今だからバラすですね、今だからバラすし、それがあったからこうしていられるんでしょう。確かに、ね、そこの、ね、それがあったから今が、そうからこそね、まあいろいろね、カメラに興味を持ち、写真に興味を持ち、ね、こうして番組をやってるというわけです。はい、というね、いきさつも聞けたところで、はいはい、今回なんですけれども、うん、ニコンさんからご案内か何かが、あ、なんかね、あのこのね、ニコンのカメラをね、はい、作ってた、大井にあるね101号館っていう、そのニコンの最初の工場がなんかね4月1日で取り壊しになっちゃうんだって。うん、でこのね、工場っていうのは、いわゆる今日本の一眼レフっていうのはもうね、世界のね最高というか、まあ大体日本でしか作ってない感じなんだけど、その一眼レフのそのあれを育てた工場というか、あのニコン F っていうカメラがあって、はい、そこからそのニコンが作った、まあだからカメラね、日本のカメラ界のまあその象徴的な工場がね、なんかもう取り壊しになるらしいんですよ。で、はい、あのニコンさんからご案内をいただいて、はい、ちょっと見学に行ってきました。はい、ね、うん、この101号館、101号館、101号館なんじゃないですか、101号館です、101号館じゃないですかね、1なんですよね、101号館、ね、うん、はい、この度大井製作所内の一部の建屋が解体されることになりました。うんうんね、その中でも最大の101号館は、うんうん、1933年4月の竣工以来、うんうん、83年もの長きにわたって数々のカメラ、産業機器類が開発生産された弊社最初の工場です。うんうん、解体の前にかつての中心的役割にあった101号館に思いを馳せていただこうと見学会を企画いたしました。うん、そう、その見学会に行ってきました。はい、ということで、まあ、その見学会にも行ったんですけど、やっぱりこのほら歴史のある建物じゃないですか。はい、それが取り壊される前にちょっとね、そういう古いものを撮るっていう視点で写真を撮ってきました。はい、うん、ということで今回は歴史あるものを撮るという、歴史あるものを撮る、はい、テーマにして、はいはい、でまずその、ニコンのね、101号館に行くまでに、その大井町って駅に、降りるんですけど、そこからニコンに行くまでの動画をね、ちょっとご覧ください。はい、ご覧ください。はい、行ってきました。はい、大井町っていう駅でね降りるんですけども、でね、日本工学、ニコン のあれは日本工学ってね、はい、あの名前だったんだけど、その日本工学の看板がポンと工学通り、に向かって道があるんです、この101号館に向かって、うん、はい、でこれテクテク歩いてます。で割とね、あの大井町ってところはこうまだ古いものがねいっぱい残ってるんですよ。はい、うん、まあ、産業の町でもあるんだけど、こうやってね、うん、でまあこうやって歩いてます。でまあ、ちょっとね、なんか撮るものが意外とキョロキョロして歩いてますちょっと旗から見ると、旗から、いや、まあまあ普通に歩いてますけど、ね、で、すごいでしょ、看板とかもみんなもうニコン、ニコン、ニコンって感じで、ね、もうニコン通には、そうそうそう、たまらない、ニコン通にはたまらないから、もうニコン持ってる皆さんちょっと行ってみると面白いですよ、ね、一度で、なんかあると、まあ、大体こうやって、うん、あのちょっとね、脇道にあの
入っちゃったりとか、3月号で言ったらちょっといろんな道を行ってみるっていうのを、そう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 、なんかなんか取れる場所あるかなと思うとね、こう入ってたりとかします、うん、レンガ、レンガ、あのなんか古いレンガが残ってて、であのすごい青空だったんで、それと組み合わせて、うんうん、なんか面白いの取れないかなと、広角で、うん、レンガと空と私、ね、うん、からの、そうからの、うん、でまたちょっとこう歩いてて、はい、なんか煙突がなんか見えてきたなと思ったら、お風呂屋さんが銭湯ね、渋いですね、渋いよね、そうそう、うん、なんか昭和の香りで、ね、またこう撮って、うん、煙突と雲と私、すごい天気が良かったので、ね、いい感じに、うん、そう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 、雲をね、であのでそれでなんか、あ、なんかこんなところに錆びた扉がみたいな感じで、やっぱり古いものを撮るっていうのはね、こういうことで、うん、扉と、なんだろう、錆びた私と私、ね、うん、いいですね、でこうちょっとアングル探しながら撮って、お、うん、撮りました、はい、これでね、うん、歩いていくと、ちょっと行くとたどり着くと、これがね、噂のね、ニコン大井製作所101号館、ね、101号館で、なんか普通の家の看板みたいなのが、ね、ピンポンってやりとなるようなニコンっていう感じで、そう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 、ね、その辺もなんかレトロな、ね、感じでね、うん、でもうね、もうすぐ解体されちゃうんですけど、こうやってね、まだ旗がなびいてて、ね、最後のね、あれでこうね、行ってきましたよ、はい、ね、なかなかね、あの立派な建物で、そうですね、うん、かなり大きい大きい建物でね、はい、うん、ね、いろんなね、うん、あれに耐えてね、うん、ここまでなったんですけど、はい、うん、日本のね、カメラの、ね、工場のもうね、本当にね、最初のものということでね、お、うん、なかなか昭和でもあり、うん、歴史のものをね、うんうんうん、はい、でこれがね、行く途中で撮った写真、はい、空とレンガと私、はい、空とレンガと私、はい、広角レンズで撮ってますはい、はい、あのやっぱりちょっと古いもののレンガのちょっとね、誇張つって広角レンズで撮ると、うん、あのその写したいものがこうグッとこうね、誇張されて写るのを利用して撮ってます、うん、で雲のバランスと、あと邪魔なもんが入んないように、なんか電線とか電柱とか入んないようなアングルをこうやってなんか怪しくこう揺れてたのは、そういうアングルを探してました理由があっての動きだったんですね。理由があった、ただゆらゆらしてるんじゃなくてあのそういう場所を探して、それでこのちょっと葉っぱ、あの、はい、なんか、うん、あのレンガからそのアクセントで入れて撮った写真です。だからまあこういうね、撮り方があるっていう感じですね、はい、うん、あのいろいろね、探しながら行くと面白いと思います。でレンガを誇張した広角レンズのね、撮り方です。はい、で次の写真行ってみましょうか。はい、はい、次がね、はい、この銭湯のね、写真なんですけど、はい、なんか煙突がね、ニョキニョキって伸びてるのと、この屋根ね、日本的な屋根の形が面白いので、うん、ちょっとシルエットにしてみようかなと思って、撮りました。でもうこれも広角レンズで上に向けて、うんうん、あの雲を生かして、ね、シルエットにして、煙突と雲と私、はい、はい、そこ今日行きますねそこ行きますね、はい、結構な逆光なんですけど、その逆光だからこれだけシルエットにね、あの雲の中に太陽隠れてるんですよ実は。あ、うん、あのそういう雲のちょっと透過効果も面白いかなというんで、うん、あの形をそのまま撮るのもいいんだけど、なんかこうやってそれを利用してあのシルエットなんかにしてみるとね、割と面白い写真が撮れるし、うん、あのね、面白いですよ、スナップとして。うん、うん、でもなかなかこれ普通に撮ろうと思って、うん、撮れなさそうな感じ。いや、もう普通に上向いて撮ればなんとかなんとかなります。なんとかなる、うん、で、あのラッキーなことにあと街がね、はい、なんか電線電柱があまり入んなかったの。これもすごい広角レンズ使ってるんですけど、まあ探してますけどね、一応探してますけど、そうやって、うん、撮っていくと、うん、こういうのがね、はい、うん、見れる。もう一枚またあれ、もう一枚、うん、もう一枚あります。じゃあ次の写真行ってみましょうか。はい、はい、これはあの扉ね、あの錆の上からなんかまたペンキを塗っちゃってこうね、でこう鋲みたいなの残ってるっていう面白さがあるかなと思って、うん、質感がこう出てるというか。そうです、あ、いいですね、質感ですね、質感描写、質感描写、うん、質感描写、覚えました。その質感がね、それで少し暗めに撮るとその質感がちょっとね、はい、あの重みが出るというか、そういう撮り方してます。はい、はい、結構こういったレトロな雰囲気が多い街、うん、そうですね、うん、だからやっぱりほら写真ってね、そういうの残すという使命もあるわけじゃないですか、うん、で多分これだってね、いつかはなくなっちゃうものだし、はい、うん、そういうのをやっぱり収めとくっていうね、気持ちで、うん、なんか街散策するとね、はい、うん、面白いんじゃないでしょうかね。はい、うん、というわけ で101号館に行くまでのそうそう、ね、お写真 でついに、101号館、はい、行ってきました、はい、では101号館の写真ちょっとね見てみましょうか。はい、
はい、でね、101号館なんですけど、今回ニコンの方に、ご案内いただきました。はい、はい、ご案内いただいたのが、うん、あのメガホン、うん、メガホン、赤いメガホン持っている方が、うん、あの歴代のフラッグシップ機に携わってこられた後藤さん、うん、はい、さ、後藤フェローといえばね、結構業界では有名な方なんですけど、うん、その後藤さんにこうメガホンを持ってご案内いただきました。その歴史であるとかね、思い出なんかを語っていただきました。はい、とその後藤さんのお隣にいらっしゃるのが、はい、100周年プロジェクト室のメンバー、はい、岩田さんという、はい、ね、ニコンは来年ね100周年だそうで、うん、だそうでっていうかね、もう歴史ある、ね、会社ですよね。そこのメンバーにいらっしゃる岩田さんとお二人のね、あのカメラのね設計に携わった方に、ご案内いただきました。はい、では実際、はい、この中で撮った写真をじゃあちょっとね見ながら、ね、説明していきましょう。はい、今は外観が写ってるんですけれども、うん、はい、これが外観です。うん、で、ね、歴史ある建物なんであれなんですけど、この奥あのちょっとピコって立ってでしょ、はい、あれ煙突なんですよ。煙突、うん、会社に、なんかそうそう、ニコンって、まあ、カメラで有名だけど、もともとはレンズなどを作ってる光学メーカーなので、うん、はい、昔はここでね、そのガラスの溶鉱炉みたいなものがあったらしくて、それの煙突がまだ残ってるということでね、長い歴史を、うん、あ る, 中、ね、うん、あるからこそみたいな。そうですよね、こういうのを見ると、ね、そのカメラでも有名だけど、やっぱりレンズの、ね、メーカーだったのかなっていうのがね、よくわかる、ね、写真ですね、はい、うん、次の写真 は, はい、次の写真、はい、これが外観、ね、うん、あのもうすぐもうこの景色見れなくなっちゃうので、一応引きで、ね、あのちょっと道と一緒に撮っておきました、はい、うん、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、はい、ね、歴史あるあれなんで、これレールなんですよ。あの外なんですけど、やっぱりね、工場なのでこのレールに乗せていろんなものをね、あの運んでね、あれしたんでしょうね。もう今はね使ってないんで埋められちゃってるんですけど、その跡が残ってて、それをやっぱりさっきのね質感描写、うん、はい、うん、あのちょっと古いものをね、ちょっとこうレトロっぽい感じで撮ってみました。はい、はい、じゃあ次いきましょうか。でこれが引きの写真で、こんな感じでレールがね、あの伸びて、うん、でこういうものもねなくなっちゃうので、やっぱりこうちょっと写真としてね残しておきたいなと思って、うん、撮っておきました。はい、うん、なんかねもう昭和って感じしますよね。 そうですね、レトロな感じというか、うん、レトロな感じでね、歴史を感じますね、うんうん、そうですね。これもちょうど裏なんでね、中に入れてもらえないとね撮れないアングルだったんでね、うん、もうラッキーでしたね。はい、はい、じゃあ次行きましょうかね。こういう感じでね、はい、なんか堂々とねしてますよね、うん、うん、なんかもうね、うん、感じです。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、はい、でこれ中入ったところで、こう廊下とかも傷だらけ で、 でこういうなんかね、こっちとこっち矢印のねあれなんですけど、そういうあのいわゆる建築物のパーツ、はい、うん、あのなんか広い絵もいいんですけど、こういうなんかちょっと歴史のあるもののパーツなんかをね寄って撮ってみるっていうのもね、写真のね面白さだし、その歴史あるもののなんかね見る目というかね、カメラ愛がね出てきますよね。うん、うん、そういうパーツとしての廊下のちょっとね、あのもうね汚れちゃってこうねあれなんですけど、そういうものとしての質感として撮ってみました。はい、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、これね屋上ですね。屋上に上がったらさっきの煙突がこうあったので、うん、これもちょっとね煙突の寄りとして撮っておきました。はい、うん、なくなっちゃう前にね、こういうのね歴史で撮ってきました。はい、次行きましょう。はい、はい、これはまた、うん、これも扉、あのこれ屋上にあったね、やっぱりあの屋上にもいろんなあの研究する施設があって、はい、でそこにあった扉を、うん、あのちょっとなんか渋いなって思って撮りました。で屋上なのでやっぱり風にさらされて、はい、うん、こんな、ね、歴史あるものになったんですけど、うん、こういうのを見つけて撮るのが面白いですね。うん、うん、なんか、うん、これもパーツなんですけど、その歴史のパーツをね、あ、うん、歴史のパーツ、歴史のパーツいいですね、うんうん、歴パ、歴パ、ね、うん、ね、歴パ、うん、これもでも歴史がないとこうはならないですね。そうです、これはやっぱりこういうね、まあ、古い、ね、デザイン的な面白さもあるし、こういうあの本当にこう風雪にさらされてこうね自然にできた、ね、うん、歴史というので、ね、それも写真に収めておくとね、はい、うん、ね、ニコンのカメラで撮るニコンのね歴史という感じでいいですね、うん、ってみました。はい、次行ってみましょうか。はい、はい、階段と窓でこれがねちょっと渋いんですよ。いろいろちょっとね何枚か撮っちゃったんですけどまあもうこういう階段自体も今ね見ることがないですよね、うん、ないですよね、うん、で次行きましょうか。
でほら秒で打たれてる階段なんですよ。こうあのリベットっていうかあの、ね、こう秒で打たれてるんですよ。あのすごい。それを見てこれは取っとかなきゃと、こういう、はい、これもパーツなんですけど、うん、だから引きを取ってちょっとこう寄りのなんかあれを取ってっていう感じ で、うん、でなおかつちょっと歴史感みたいなのをなんか出してみてね、はい、うん、そういう感じで、はい、なんか怪しいですよね案内されながらもうなんかいやもう案内してる方ももうそれはきっとお分かりの上で、まあ、まあそうですね、はい、まあ、メーカーの方なんでね、はい、その辺もニコン愛を感じてきっと撮ってくれてるんだろうなっていう、うん、ね、はい、じゃあ次の作品、はい、でこれもね階段ね続きますね階段よっぽど気になったんだ階段好き、うん、そうそうそう階段であのほらあと光、うん、この窓から入る光がいいんですよ。で写真はやっぱり光じゃないですか、はい、でこのいい光を見ちゃうとどうしてもシャッター切っちゃう、うん、もう光があればシャッター切っちゃうんでそうそう光もう光です。皆さん写真は光です。です、はい、はい、次行きましょうか。でこれねあのスペースシャトルのニコン、あのねニコンはこのスペースシャトルにも積まれてたんで、はい、宇宙に行ってるカメラなんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。それでそのなんかシールが貼ったって、これはなんかあの昔のねあのそのスペースシャトルに乗った時に割とあのシールで有名なシールなんですけど、でなんかお話によるとあのほらやっぱりね秘密な部分もあるじゃないですか、やっぱそういう、うん、まあ、そうですよね、うん、でそういうのの目隠しで貼る剣、あのやっぱりこのねニコンのスペースシャトルのねこのシールちょっと懐かしいんで、ね、思わず撮っちゃったんですけど、はい、うん、レトロで可愛いですね。レトロで可愛いですよね、うんうんうん、こういうのもね残ってるっていうかね、うんうん、懐かしいなと思ってちょっと撮っちゃいました。はい、はい、次行きましょうか、ね、これも廊下、廊下もねいいでしょ。本当にもう一枚一枚がこう渋いというか歴史が、そう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 渋いね、うん、このもうね日本のカメラ史の歴史でもあるんですよ、うん、ね、うん、はい、次行きましょうか。これ屋上にあった、うん、何かの弁、何かのあの詳しくは聞かなかったんですが、やっぱ工場なので、はい、こういうパーツがあってですね、だいたいあのパーツフェチというか、うん、あのこういうの見ちゃうとなんか撮りたくなっちゃうんです、うん、であのこれも光がいいんですよ。こうあの木漏れ日がこう差し込んで、あの屋上にあるんだけどちょっとこう光が差し込んでこう部品のところどころにこう木漏れ日になってる感じがこれだっていう感じで、これもでもきっとここの工場入らないと、うん、そうですね、やっぱ屋上、ね、だったんで、うんうん、こういうのもね、うん、取っときました。はい、うん、はい、次行きましょうか。盛りだくさんです、盛りだくさんなんです、もうね、お、ね、これはこれはね、あ、これね、あれです、あの地下室の研究所なんですけど、なんかニコノスって水中カメラも作ってたんですけど、そこの研究してた部屋らしいんですけど、はい、でそこでこういうなんかチャート、あの多分ピントとかほら色のチャートがまだ残ってて、うん、はい、もうほら解体するから皆さんね引っ越しちゃったんですけど、なんかもうそういう研究の跡がちょっと残ってるんですよ。でそれがほらなんか人間臭さというか、いいですね、うん、そういうね、本当にここでやってたんだなっていうのが、そうやってたんだなっていうのが、そう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 、そういうのがなんか感じる写真っていうかね、感じることができたんでちょっと写真撮ってみました、うん、はい、で次行きましょうか。これも同じなんかね、机も残ってて引き出しにフィルムがなんかね、いいですね、残っていいでしょ、なんかなんかもう、いい、うん、なんか研究者の方がこういろいろね、うん、やったんでしょうね、ここでこう、そうそう、でそういうなんか、うん、ね、思い出のあれと、うん、この人間の残したそのまあ人間臭さというか、いい、そうそうそうですよね、人間臭さみたいなのをちょっと撮ってみた、はい、うん、いいよね、もうね片付けないでね、そうです、ですね、ここぞとばかりに、そう、ここぞとばかりに、そうそう、ガラッて、 あまりフィルムも最近は、ね、もうだってね、フィルムからデジタルになってもう10年、ね、うん、以上ぐらい経つからね、ね、まあね、あれ、まあまあ今もフィルムカメラ作ってるからね、うん、そういうのも含めてなんでしょうけど、うん、そういう感じでね、はい、うん、なかなか面白い見学会でした、はい、うん、ね、あの、ありがとうございました、こうね、貴重な、ね、ものを見せていただいて、はい、はい、こんな感じかな、うん、かなりあれですね、本当、うん、建物の渋さもあるし、うん、この人間臭さもこう見れるというか、そう、人間臭さ、そうそうそう、人間はいないんだけどやっぱり人間のいたそのね人間臭さっていうのを含めて、うん、写真を撮ってみるとね、より面白いと思います。そういう、うん、そういう視線で見るのもなんか幅が広がるかなって思いました、うんうん、歴史あるものを撮るっていうのも、ね、そう、歴史あるものを撮る、うんうん、ね、なるほど、ということで、はい、ね、今回はまあね、あのたまたまねこういうちょっとね見学会にね行かせていただいたので、まあこういうのに限らずね、はい、もう周りにはいろんな歴史のあるものとか、あと本当に取り壊されて、ね、なくなっちゃうものがあると思うんで、うん、
もうそういうのはね、もうぜひやっぱりね、今でしか写真に収めることができないので、皆さんね、もうどんどんそういう写真をね、撮られるといいと思います。はい、ありがとうございます。はい、それでは次のコーナー参りましょう。はい、続いてはメールサポートコーナーです。はい、いつもでしたら、お写真に関するお悩みなどをこうお答えしていってますけれども、今回は機材、そう、機材のことね。はい、こちらお悩みなんですけれども、はい、軽くて持ち運びの良い三脚はありませんでしょうか。収納などを考え旅行用のものを探しています。参考意見をお願いします。予算についてはあまり気にしていません、ということで、いい質問だね。予算について気にしてないというところがいいですね。だそうです、というのは、三脚っていうのはほら写真をしっかり撮る上の土台じゃない、土台なんで、まあ、でかくて、重くて、しっかりしてるのがいいんですよ、ね、基本的には。で、まあ、でかくて重いのはアルミニウムとかそういう、ね、素材で作ればいいので、割と値段はね、まあ、ピンキリあるけど、まあ安いやつでも割としっかりした三脚って多いんですよ、でかきゃいいんだからで、小さい三脚っていうのは実はすごい矛盾してて、その小さくて丈夫でしっかり軽いってなかなかやっぱりほら、物理的に矛盾してるじゃん、小さい、小さくて軽いんだけどしっかりして丈夫で、となるとやっぱりどうしてもね、カーボン三脚のちょっといい三脚がおすすめになってきます、でカーボン三脚というのは軽いっていうのもあるんですけど、割とこうたわみとかにも強いし、あと振動に強いんですよ。こうブル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 って震える振動って実は金属のはダメで、カーボンはすぐその振動が収まる特性があるので、小さい三脚はカーボン三脚がおすすめです。ということで、前回 CP プラス行ったでしょ、でそこでちょっとね、いろいろ三脚、2つちっちゃい三脚見てきたんで、でその動画をちょっと見ながらコメントもいきたいと思います。最初はジッツを、ね、どうぞご覧ください。じゃあご覧ください。ジッツオのね、旅行なんかに最適な組み合わせだと思いますけれども、新しい運転が出ました。それとあと下が0542というね、4段式の三脚ですけれども、小型なんですけど実装というのは非常にしっかりした、ね、作りなので、この、ね、組み合わせでも結構いい写真が撮れると思います。で新しい運台ね、これね、1382TQD、 今カメラにつけてみましたけどアルカ互換タイプの運台になってます、ね、アルカ互換ですとね、こういうね縦位置のねあれもつけられるし、非常に便利になってます。あデザインがね、ちょっと先進的な実装らしいかっこいい感じだったんですよね。ね、大きさもこのぐらいだとね使いやすいんじゃないですかね。持ち歩きにいいと思います、この組み合わせ。さあというわけで実装を見ていただきましたか。いいでしょう。実装ね高いんですよ。結構高くて。もう10万円前後しちゃうんですけど、三脚って結構消耗品で、安い三脚買っても多分ね 2,3 年でダメになります。あそうなんですね。旅行用なんかで特に、ね、持ち歩く機会が多くなるとあれなん で実はね一生もんです。一生もの、もう言ってしまえば一生もんだし、あとそのすり減ったパーツとかも売ってるので部品交換が効きます。で一瞬高いように感じるんだけど、最初1本買うともう長い間使えるんで結局お得だし、であと三脚でこうなんかちょっと安い三脚使ってグラグラしてドキドキして、ね、しかもせっかく行ったのに写真がブレちゃったっていうと、もうそれはもう本末転倒じゃないですか、でそこはやっぱりね多少高くても安心できる三脚ということではもう世界一なので、まあ、とりあえずこれはいい三脚だし、おすすめですね。先ほど、ムービーの中でアルカ互換っていうのがアルカ互換って言ったのは、正確にはアルカスイスっていうメーカーがあって、そのアルカスイスと同じ規格のこの三脚につけるプレートの名前です。で略してアルカ互換、アルカ互換って言ってるんですけど、こういうねカメラ専用の L ブラケットってのがあります。でこれをねカメラにつけますね、で横位置はさこう三脚につけた時に普通に撮れるじゃない、で縦こう倒しちゃうとこれが
あの不安定になっちゃうんですよ、はいね、このまま三脚の雲台っていうんだけど倒しちゃうと、うん、そうするとちっちゃい三脚ではそれが原因でカメラごと倒れちゃったりとかするんで、 ありそうですね、ありそうですね。アルカゴ感ってこう L になってるから、ここにその雲台をつけられるか、はい、あの直接こうつけられます。ああ、しっかり固定できる、しっかりあの、うん、このままあの雲台につけられるんで、うん、もう非常に安定してつけられるので、その L ブラケットとアルカゴ感の雲台の組み合わせが小さい三脚には非常におすすめです、うんうん、ですのでそこも結構ねチェックポイントで、でアルカ互換ですかって聞いたのはそういうことです。あ、うん、なるほど。このアルカ互換は実装だけ、あのね、結局アルカスイスという互換性なので、そのものをあの選べば全ていろんなメーカーがあるので、うんうん、アルカ互換というのをちょっとね心に留めておいていただければ、はい、あのちっちゃい三脚には有効、かなり有効な、ね、使い方できますよって、ね、もちろん大きい三脚で使ってもいいんですけど、はい、あのより安定して、ね、取れるっていう感じです、はい。でうん、今はその実をご覧いただきましたけれども、はい、で次は国産メーカーの、うん、スリックっていうメーカーがあるんですけど、はい、そこでもアルカ互換雲台であの非常にいいあのコンパクトなカーボン三脚が出てたので、はい、それをちょっと見てきました、はい。それではどうぞご覧ください。はい、スリックさんの三脚についてちょっとねお話を伺いたいと思います、はい。結構あのやっぱりね国内メーカーということで、ね、安心のスリックで、僕も何本かスリックの三脚使ってるんですけど、あのカーボン三脚がね結構いい商品があるんで、ちょっと説明をね聞きたいと思います。はい、今手にしてますのが、はい、昨年発売のエアリーカーボン644という三脚です、はい。であのいわゆるトラベル三脚、はい、コンパクト、小さくあの、はい、まとまるタイプの三脚なんですけど、このタンクの三脚で一つ多いのが、はい、どうしてもこの、ね、畳むという構造上横に広がっちゃうんですね。でもスリックはこの持ちやすいということを考えて、はい、このペットボトルの太さぐらいになるように、あ、なるほど。よくあのリュックの横にこう刺して持っていくことがあるんで、はい、そういう携帯性ということがね、はい、そこを重視してこのスリムなデザインにしました、はいはい。あ、なるほどなるほど。でさらにちょっと今広げていきますけども、はい、こういった形で、まあ、トラベル三脚よくこう反転するものが多いんですけど、はい、よくあるのがですね、はい、ここの根元のボタンを押しながらこう上げるってことになると思うんですね、はい。そうするとテコの原理がかかってここだと重いんです、うん、でもあのスリックに関してはここハライチロックシステムというハライチさんという人が考えたんですけど、これを押してこう上げるということで、かなり楽な状態で収納ができるというのが特徴です。でまあ、自動的に復元しました。あと僕がちょっと今見てよかったなと思って、ここがちゃんと下がるというか、はい、そうですね、そういうのもちょっとポイント高いですね。ちゃんと下がったりとか、あとエレベーターが分割してローアングルに対応するというのもちゃんと考えられてます。でね、ここまでパイプが細いのにカーボンが必要かどうかというところをちょっと見ていただきたいんですけど、あのカーボン三脚の特徴は軽さというふうに、うん、思われがちだけど、ね、ここまで細いと実はですね、アルミとカーボンの差がね重さではなくなるんです。こっちはアルミモデル、はい、エアリー V100 というアルミのモデルです、はい。まあ、これはこれでいい三脚なんですけど、うん、あの値段がやっぱり3倍ぐらいになっちゃうんですね、うん、アルミとカーボンの差が、うん、でその差がどこにあるかを見ていただきたいと思います、はい。どうぞ押してみてください、はい。もうこの多分このね、あの振動とこのね、たわみ具合がまるで、ね、まるでやっぱり高いだけの全然価値があるっていうんですよね。あの足の一本一本はやっぱり細いだけに問題あるかもしれないですけど、こうするとねよく噂が分かるんですけど、やっぱり安心感がすごく高いということで、なんか金属のは荒れないように見えて、実はねカーボンの方がこうしっかりと、ね、あの地面に噛みつくというか、はい、うん、まあ、あの三脚って一度買うとなかなか買い替えないものですから、値段差以上のことも考えていただいて、ぜひご検討いただければ。そうですよね、はい、うん、ということでこのエアリーカーボンの V100 が、うん、V100 であのエアリーカーボンの644というのが今回のおすすめモデルということでご紹介します。軽いししっかりしてるし、でもこの細さでこのしっかり具合っていうのはね、旅行行っても結構風景でも安心して全然取れちゃいますよね、うん。ここはアルカゴ感、はい、ここはアルカゴ感です、ね、はい。というわけでスリックの映像を見ていただきましたけれども、結構いいでしょ。なんかね今までそういう小さい三脚っていうのは実装だけって感じだったんですけど、あのスリックさんもねそういう、ね、ちっちゃいカーボン三脚がね結構いいの出てて、うん、はい。であの畳むとほら細くなるって言ってたじゃない、はい、で結構やっぱり旅行用の三脚ってリュックの横にこうね、うん、あのつけるパターンが多いの であのそういう意味で持ち運びするのにね、あのリュックにつけて持つという そこまで考えるとなかなかねいい三脚ね、うん、だと思います。まあ、ちょっとあれも高いんですけどね、5万円ちょっとするのかな、量販店でちょっと見てきたんです、うん、でもあの非常におすすめで、
うん、で、あのアルカ互換でね、あれもアルカ互換の雲台がついてる、ね、とても小型で、うん、国産の、まあ、あのメーカー、国産のメーカーのいい三脚ですよ、はい、うん、はい、というわけで見ていただきましたけれども、結果その旅行用とかの三脚では、うん、もう一度おさらいでおすすめポイントというか、はい、まず、軽くてちっちゃくて丈夫の三脚というのはある程度予算を出さないとないない、うん、で、あの本来ですとあのパイプね、一番太いとか25ミリ以上の三脚が本当はおすすめなんですけど、うん、やっぱりあの旅行だとかさばるし、あのね、うん、あの電車とか乗るのもあれなので、まあ少し細めのね、このね、うん、2本ぐらいの大きさの三脚があのちゃんとね、取れて、しっかり取れて、あの取った写真にもね、後悔が少ないね、いい三脚だと思うので、はい、うん、そういうことで、ちょっとね、あの予算はあれなんですけども、あの長持ちするんで、うん、一生もの、一生もの、うん、実は特に一生もの、うん、ね、なのでおすすめです。はい、うん、というわけで選ぶ時の参考にしていただければと思います、はい、参考にしていただければと思います。はい、以上メールサポートのコーナーでした。はい、続いてはインフォメーションのコーナーです。さあ、というわけで今日の最初のコーナーでは、はい、ニコンの大井製作所についてお話ししてきましたけども、うんうん、ね、レトロな建物、はい、で、あのレトロな建物とか撮った時に、あの陰影とかやっぱり強いじゃないですか、窓の光とか、ね、はい、階段の影とか、ああいう表現がね、あのうまくできるとそういうレトロっぽさっていうのが結構ね、あの、うん、撮れるようになります。はい、ああいうのは撮ってそのまま出した写真ではないんですか？うん、あの JPEG 撮って出しって言うんだけど、撮ってね、すぐその場で見るのはで、 JPEG 撮って出しでもいいんだけど、やっぱりね、細かいやっぱり微妙なこうニュアンスというか、はい、そういうのはローで撮っておくと後でロー現像っていうのができるようになります。はい、でロー現像のローっていうのは生っていう意味なんだけど、その写真を撮った時に幅広い情報が本当は含まれてるのね、うんうん、そのためにね、高い一眼レフを使ってるんですよ、はい、ね、そのローで撮んなきゃ一眼レフの意味がないっていうぐらいね、はい、でそのローっていうね、あれを使って現像することで、その階段とかのああいう影の部分をちょっとこう持ち上げるっていうのは出してあげる、ね、はい、潰れてなくてそういう陰影とかリベットが出てくるので、ぜひねローで撮ってロー現像することがおすすめです。はい、うん、では今回、あ、こんにちは、うん、こんにちは、ね、こんにちは、こんにちは、あれ今回ロー現像はじゃあもうやってみた方がいい、やってみた方がいいし、一眼レフとかミラーレス持っててロー現像しないのはもったいないです。お、うん、でもなんかこう始めてみようと思っても、ね、ちょっと難しそうに聞こえるけど、実はね、あのむしろ初心者の方ほどローで撮った方がいいので、あのやり直しが効くんですよ、あの、ね、昔撮った写真とかあと、ね、ちょっと調整したいっていうので、うん、あれなんで、お、そこでなんかちょっと、ね、何か、なんかいい講座があるって、はい、ようやく来ましたね、うん、あるみたいでして、はい、フォトアドバイスでは、5月から、はい、5月から、あのロー現像レタッチ講座っていうのを、はい、開講します、はい、開講します、はい、そうですね、ロー現像レタッチっていうと、さっき中村カメラマンがおっしゃったように、うん、本当にね、あの一眼レフの本当に性能を全て引き出す、そうですね、うん、本当に非常に重要なものなんですけれども、うん、そうですね、やはりこう難しいっていう印象が先に来ちゃうんですよね、うん、なんか言葉がね、うん、聞き慣れない言葉なんでね、はい、難しいって思っちゃうけど、うん、で受講生の方からも、うん、あのロー現像レタッチ講座をぜひやってほしいっていう声はずっといただいていたんですけども、うん、そうそう、興味あるんですよね、うん、その一番難しいのがソフトウェアが違う、そうですね、その利用される方にとって、うんうんうん、でなかなかね、あの開催するのは難しかったんですけども、うんうんうん、あの最近アドビの方でライトルーム、フォトショップっていう、まあ、あのプロカメラは皆さんが使われているツールが、そう、月々980円から使えるっていうのになってきましたので、そうですね、でようやくあの実現することができました。念願ですね、念願ですね、念願ですね、本当に。でさらにですね、今回はあのアドビの年間200件のセミナーを開催されているインストラクターのプロの方、インストラクターのプロ、あのいわゆるね、そのソフトのね、はい、操作のプロの方がね、一緒に、はい、一緒に、作ることができまして、そのロー現像レタッチを、作品作りにどう生かすかというところを、中村カメラマンが、はい、そうです、はい、はいはい、僕がやります、はいはい、でじゃあそのロー現像、ライトルーム、フォトショップですね、そこをどうあの使いこなすかっていう基本操作のところですね、そこを、アドビのインストラクターの方にお願いすることになりました。基礎は、ね、アドビのインストラクターで、どう使いこなしていくかっていうのは僕が、はい、でモデルとして中島さんがちょっと、はい、どうなっているか気になるところではありますけれどもお肌が綺麗になりますか、お肌が綺麗になります、ありがとうございます、はい
だからそれだけ、ね、豊富な情報を、ね、写真残ってるんで、それをちゃんとしっかり引き出して自分の作品をよりいいものに作っていこうっていうね、だから撮っただけじゃなくて、それからこうどう、ね、あの写真の作品として残していくかっていうね、重要なあの行為っていうかね、ことなんでね、しっかりやるともっと全然写真楽しくなると思いますよ、はい。そうですね、うん、あの老現像を今までやったことがないっていう方でも入っていけるように、うんうん、まあ、本当に基本的なところからスタートしますので、うん、例えば老現像と JPEG 何が違うのとか、ね、うん、明るさっていうのはこんな風に変えるんですよっていった、うんうん、まあ、そういった基本的なところからスタートしますので、まあ、あの普段日常的にもう使いこなされている方にはちょっと物足りない内容かもしれないんですけども、うん、まあ、これから始めてみたいとか、うん、まあ、自分でやってみたんだけどもなんか思い通りにいかないっていう方には非常におすすめの、基礎を知りたい方ね、そうそう、そうですね、自己流で基礎をやりたい、ね、はい、知りたい方、うん、なかなかねプロカメラマンとインストラクターがこう、うん、コンビを組んでないですよね、ないですね、ないですね、うん、非常に面白い講座になってますので、ね、うん、ぜひぜひお願いいたします、はい、それが5月から、5月、4月の、うん、こんな感じかな、そうですね、4月募集を開始して5月の開講ですね、はい、はい、ぜひぜひ楽しみにお待ちいただければと思います、はい、はい、さあというわけ で、はい、盛りだくさんでお送りしてまいりましたが、ね、盛りだくさんで、はい、だからもう、ね、暖かくなってきたし、ね、さっきの、ね、あの古いものを撮るもそうですけど、まあ、レトロなものを撮りに行ってもいいし、お花も咲いてきたし、ね、なかなか写真を撮りに行くのはいい季節になってきたので、もうぜひ、ね、皆さん、楽しみながら撮って、でそれを老現として、ね、はい、ね、自分 の、 イメージした作品を、ね、どんどん作っていっていただければと思います、はいはい、というわけで、はい、フォトアドバンスチャンネル、はい、来月も盛りだくさんでお送りしてまいりますので、はい、来月もぜひご覧いただければと思います、はい、